ていこうかな。一旦やったっけ？よし。さてね、超中盛りって何なんやろ。中盛りでいいのに。どうなんでしょうね。ないしね、なんか知らんけど今日はずっとお腹が減ってるんですよね。朝からご飯食べちゃんとご飯食べたんですけど、まあ喉はちょっと乾くぐらいですけど、お腹がすごい減ってるんですよね。途中でおにぎり一つ食べたんですけど、それでもやっぱお腹が減ってしまって、今日はねちょっと暴食をしたいと思ってね、ペヤングの超中盛りを買ったんです。本当は超大盛りにしようと思ったんですけど、やっぱ売ってる場所が少ないですよね。ペヤングの超大盛りってなかなか売ってる店がなくて、僕の住んでる大野市っていうところはですね、あんまりカップ麺は種類が多くなくてですね、どちらかというと隣の市の勝山市ってところは結構カップラーメンの種類が多いんですよ。そういう意味ではね、超中盛りは結構置いてあるだけでも珍しいんで、ペヤング自体置いてない場所もあるんで、なかなかね量を多く食べたいっていう時はちょっとなかなかないんですよね。どうでしょうかね、皆さんは。もうそろそろお昼じゃないですか。久しぶりにピアノ食べるんでちょっと楽しみです。火薬もこんな多かったっけ。火薬は入れんとあかんねやな。ここか。あれ？ちゃうな。あらららら、ら、よし。お、鍵湧いてきたよ。いいですよね。ペヤング美味しいっていうか、あんまり僕のところでは食べれないんで、美味しくないっていう人もいるんですけど、やっぱ僕は好きですね、ペヤング。特製ソースが粉末やったと思ったら、ソース、液体でしたっけ。さあもうそろそろかな、お湯。ペヤング中盛り初めて、ちょっとソースが大きいぐらいか、 1.5 倍。超大盛りみたいに麺が2つ入ってるわけではないんか。へー、あー、なんでこんな先を腹減るんやろ。朝起きた時は6000歩も歩けるでかな。でもそんな歩いてるわけでもないしな。なんで朝からこんなに腹が減るんだろう。減った。あー、
しいな楽しいな、久しぶりに食べる焼きそばってこういうジャンクなものが食いたくなるな、久しぶりやね。さあどうだ、おまだか、うん、お腹が減った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 、よし、ここでちゃんと蓋をしてソースを温めつつ残ったお湯はポットに入れる。2分、なかなかねできないね。ああ腹減った本当に。なんでこんなに腹が減るんだろう。火薬を麺のふりかけソース、ソース。3分まで待るかな。
ああ、もうそろそろいいかな。3分経ったかな。もうちょっと待とうかな。3分。よし、行くぞ。ダバー専用に気をつけながらお湯を捨てます。ゆっくり穴オープン。行くぜ。水はちょっと出しながら。落として、うん、キャベツうまい。ソース、ソース、ソース、あれ容器は変わらんのかな。ちょっと薄くなってる。厚さがちょっと薄いんかな。普通の大盛りより容器の大きさは変わらないような気がする。いい匂い。ちょっと水切りが甘かったかな。まいっか。どうしようかな。よし、こんなもんかな。お、ふりかけをかけて、スパイス、いい匂い。そしてここにマヨネーズ、マヨネーズマックス。いいぜ。いただきまーす。さあ、食卓へゴー。おっちゃん、おっちゃん、おっちゃん。それではいただきます。久しぶり。美味しそう。たまらん。よし、行くぜ。うめえジャンクのやつ。美味しい。キャベツが美味しいな。
うん、美味しい。食べたかったな。なんでこんな今日腹減るんだろう。うめえな。ソースがいいかな。 UFO とはまた違うしな、ソースが。ギガマックスも食いたいな。惜しいけど、ごちそうさまでした。それではライブ終わります。ありがとうございました。